こんにちは、りょうこばあばです、今回はね、もうあの編み方動画じゃなくて、今最近ね、ここ 2,3 日でちょっと編んだものをね紹介するんですけども、最近モヘア糸でねよく編んだりするんですけど、モヘア糸の中細ですね、中細でよく編むんですけど、やっぱり冬場はこうなんとなくモヘア糸とかね編む機会が多いので、今回もねお花とか編んで、あのヘアアクセとかあのブローチピンなどにこんな感じで作ってみました。まずですね、これなんですけど、これは裏はねピンとクリップがついた土台にお花を編んで、パールもねボンドでつけて、これはねネットで買っていたリースの、タツのリースを作った時に使ったビーズをねこう通したこう長いこうネットでね長い巻物で売ってあるんですけど、それをね今回こんな感じで裏の方に縫い付けて留めてからボンドで仕上げました。ちょっとねこういうのがあるとおしゃれになるのかなと思って、ブローチにもなるしヘアクリップみたいにもねなりますのでね、こんな感じで今回作ってみました。でお花も立体的なねお花にして、こんな感じでねフリルをちょっとつけた感じで作ってみました。これもですね同じモヘア糸のベージュ糸で、花の形をね手前側はこの尖った感じで、まあ後ろもね尖った感じなんですけども、ちょっと編み方をね今回はちょっと変えて編んでみました。これもボンドでつけています。裏はねまだ完成してないので、こんな感じでねこれをもうカットせずにこう輪っかにして縫い付けて、また次もここ輪っかにして縫い付けてと、こう縫い付けてからねボンドで貼った方がしやすいのでね、作業がしやすいので、お花を編んだ後にこのねビーズの通したビーズをねこんな感じで6箇所葉っぱと葉っぱの間にねこんな感じで丸く置いて縫い付けて動かないようにして仕上げました。であとこれをブローチピンをねつけるんですけど、最初ブローチピンをこうつける前に土台にね縫い付けてから、最後にね仕上げにこんな感じでボンドでねつけようかなと思います。ボンド縫ってもいいんで、周りをね縫ってもいいんですけども、もしねこれが外れた場合嫌だなと思って、これ最終的にはボンドでつけようかなと思います。あとはこれもお花を編んで、お花とね葉っぱを編んで、葉っぱももう先に縫い付けて、ビーズもねボンドでつけて、これはこのパッチン止めにこうつけようかなと思って、これ台座付きがあったのでね、もうボンドをつけて、ここをねこう葉っぱの向きをちょっと考えながらボンドでね仕上げようかなと思います。これですけど、これはね台座付きの普通のヘアピンなんですけども、これをねちっちゃい幅的には5ミリないぐらいですかね、5ミリ以上ありますね、6ミリか7ミリぐらいかな。まあね台座がちっちゃいのでね、あんまり大きいお花をはちょっと編んだら不安定かなと思って、ちっちゃいお花を編んでね、こう立体的にこうペタって横広がりじゃなくて、こう縦に立体的に仕上げて、中の黄色のねモヘア糸もこんな感じで作ってみました。これはねピンがね幅が4センチぐらいなので、幅がね短いのでね、子供さんとかにはいいのかなと思いました。
特にね、大人の方でもいいんですけどね、幅の短いのは子供さんもできるかなと思って、こんな感じでね、編んで作ってみました。いろんなね、お花のね、お花を編んで、ちょっと考えながら工夫しながら、ブローチピンとかヘアアクセにね、こんな感じで作ってみました。もう一つね、作ってるのがあるので、ちょっとお見せします。今マネキンの方にね、こうつけてるんですけども、ヘアアクセですね。ヘアアクセもモヘア糸でつなげながらね、編みつないでこんな感じで仕上げました。これは花びら5枚なんですよね。1,2,3,4,5 枚なんですけども、よく考えたら6枚が良かったかなと思って、まあ課題ですね。で、真ん中にビーズをボンドでつけて仕上げました。これは両端にピンをね、ピンを通す穴をつけて、こっちのこの作ったピンですね、このピンを紐に通してピンで留めるようにしてるんですけども、このピンをね、ちょっと代用でつけてるだけですけど、もう少し 5.5 センチぐらいのがあったので、今注文してるんですけどね、まあ、ダイソーさんとかにもあるんですけど、パッと買いに行けないからね、もう何でもネットで注文するんですけど、長かったらもう少し長くて、この先っぽがこのなんか丸くこう痛くならないようについてますよね。これはついてないので、ちょっと子供さんとかこう刺すときにちょっと痛くなるのかなと思って今注文してるんですけど、まあヘアバンドみたいな感じですよね。こんな感じで作っています。これ5枚なんですよね、花びらが。だから2枚ずつつないでいったら、こんな感じで自然とこう U の字になっていきますよね。だからこうずっと編みつないで、ネックレスなんかにもなりますし、もうちょっとね数を増やして自然にこう、まあ、カーブしていくので、5枚ですとネックレス胸元のねワンポイントにもなりますし、だいたいこれをね提案したのが娘なんですけど、なんかネットかなんかで見て、ヘアアクセを見た時にこんな感じで後ろの方にね、ショートヘアの方が後ろの方にこうつけてたんですよね。頭の上の方じゃなくて、ああそういう使い方もあるのかなと思って、こんなのも可愛くないって言われてたので、それはね、もうちょっとこういうビーズとかがねついて、こんな感じでついてたんですけどね、ところどころに、まあ可愛かったですね、それは。だけどちょっとどんなかなと思って、とりあえずシンプルな形で編んでみたんですけど、後ろからこうすると止めるのはね、耳元でこう止めこんな感じでこう止めて後ろの方にするんですけども、まとめた感じでね、後ろの方にこうしてったら、数がね6枚のモチーフをつないだので、ちょっと数が足らなかったので、頭の上の方にねつけてみたら、まあ頭の上の方にはねこの、6枚のモチーフでちょうど足りたんですけどね、まあ試作でねこんな感じで作ってみました。だからヘアアクセにもなるし、この5枚のね花びらのモチーフをつないで U の字になるので、胸元のねおしゃれにもなるかと思います。こんな感じでいろいろね編みつないだりして、どんなのをね作ろうかなと思いながら、今回はね挑戦して、いろんなねお花の、ビーズと組み合わせて挑戦してみました。これなんか私お気に入りですね。やっぱりこれがあることによって華やかになるし、ブローチなんかにもなりますよね。ストールをちょっと止めたりとかね、これもね後で
こうボンドで留めるので、これもねあのポイントになりますよね。ストールとかねバッグとか。まあこれはシンプルにヘアアクセですね、パッチン止めですね。こんな感じでちょっとしたワンポイントに髪の毛の後ろの方にねお団子とかされた時のワンポイントとかにもなると思います。これなんかねもう子供さんぴったりですよね。こんな感じで今回はねモヘア糸でヘアアクセやブローチ小物類をちょっと作ってみました。次回はねこれをちょっとこのお花をね編んでみようかなと思うんですよね。もう本当超簡単なので次回はこれを編もうかなと思います。まあ普通に平面にお花を編んでちょっとした工夫でこんな感じでね立体になります。ではね今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。